おはようございます。ダウンの役場、現在、西部ヤクルトに在籍した田代翔太郎さんと過ごせます。田代さんは現在、ゲーム系など、YouTuber として大活躍しておりますね。はい。まあ、ライブも実況、いろいろやってますけどね。プロの生活では、西部のルーキーイヤーは5試合だけでたった5試合。ほぼダイソー4位。足の速い俊足の売りの選手でございます。俊足売りの外野手。はい。西部は少しずつ、使用機会を増やすものの、あまり恵まれませんね。外野の壁、秋山とか金子裕二さんとか。壁だよ、壁！総合ヤクルトに移籍し、真中監督で元で見出され、もう安定してますね。はい。守備だけでなく攻撃力本当に強化してますね。はい。ヤクルト試合は試合数増え、スタメン出場もありますね。ほとんど代打起用ですけど、足が速く盗塁もすごいです。ただ守備はね、100% でしょ。捕殺率も 100% エラーなしなんです。いやー、意外ですね。はい。意外とは言ってもね、出場機会が少ないもんですからね。はい。というわけで、西武ヤクルトに在籍した田代翔太郎さんの凄さを語りました。バイバイ。